300万8862。これは今年の日本の高校生の人数です。そのうち約100万人は来年高校を卒業し新しい生活を始めます。では今現在彼らは自分の進路についてどのように考えていますでしょうか。そこで私は760人の高校生にアンケート調査を行いました。その結果、高校生の6割以上が将来自分がどうなるか不安であると悩んでいることが分かりました。これは日本全国で考えると180万人の高校生が将来不安であるということになります。その悩みの理由については、ある高校生がどんな道を選べば後悔しないのか分からなくて不安ですと言っています。一方、私の母国のカザフスタンでは今年から田舎の高校生向けのメンタリングプロジェクトが始まり、私を含めて83人のあらゆる分野の専門家が1000人以上の高校生にキャリアガイダンスおよびメンタリングをやっています。最初はカザフスタンの彼らも世の中にどんな職業が存在するか自らの適性について何も知らず、将来自分がどうなるか不安であると悩んでいましたが、メンタリングを受けた結果視野が広がり自信がついて自分の可能性が広がるようで楽しみにしていると前向きに考えるようになりました。これもアンケート調査の結果です。この赤いグラフの将来自分が不安という答えた高校生は、職業に関する知識、自分の進路に関する情報、職業事情に関する関心がいずれも低いことが分かりました。実は日本で若者ハローワークなどの非営利また営利組織が職業についての情報をさまざまな形で提供しています。ただしそのサービスに対する高校生の満足度はかなり低いです。そこで私は今回、将来が不安な高校生向けのキャリア支援およびメンタリングプラットフォームを作りたいです。そこで次の3つのサービスを提供します。1つ目は、高校生にあらゆる業界や職業について常にアップデートされた最新の情報を提供します。2つ目は、高校生があらゆる業界に勤めている専門家からその分野についての直接聞き、メンタリングも受けられるようにします。3つ目は、将来のキャリアについて得た情報に関して高校生同士でお互いに意見交換できる場を作ります。さらに AI を活用して自分に一番マッチする仕事、またその仕事に就くための必要なスキルや能力、そしてその仕事に就くために一番効果的でスムーズな計画を提案できるシステムを作ります。そのため、私に高校生に皆様のサポートが必要です。日本の未来、高校生の未来を支えたい、支援したい企業、大学、高校の皆様、ぜひご協力よろしくお願いいたします。